高倍率ズームが充実してくると私たちのレンズ選びもちょっとずつ変わってくるんちゃうかなと思う今日この頃でございます。こんばんは、ジマでございます。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、実は密かに期待している高倍率ズームの話でございます。まあ、新製品としてね、登場が期待されている、まあ、CP プラス含めて、まあ、近々出てくるであろう、出てきてほしいなっていうものは、まあ、カメラ本体であれば Z の6とか A7 の後継機であったりとかね、あとは DX 機ですね、 Z3050FC というものの他に DX 機が拡充されるのかどうなのか、あとはレンズでいうと 35mm の2本目っていうものが、まあ出てくるのか、それとも出てきた場合は開放 F 値はどうなるのかであったり、他の単焦点の S ラインのグループとはどういった違いをつけてくるのかっていうところにね、まあ注目しがちだとは思うんですけど、実は長期的な目線で見た時に現実的なレンズとして注目しているのが高倍率ズームなんですよね。実はラインナップの拡充として高倍率ズームが増えてくると、私たちのレンズ選びっていうものも変わってくるというか、より今以上にシンプルになるんじゃないのかなっていうところを今回語っていこうと思います。ジマチューブスタートです。ジマチューブ、はい、改めましてジマでございます。今回は3つのセクション区切っております。1つ目、高倍率ズームの印象。2つ目、 Z レンズの高倍率ズームは違うでって話。3つ目、期待される高倍率ズームの特徴。この3つでございますね。まず高倍率ズームって何って話ですよね。まあ、ズームレンズっていうのは分かると、こう撮影するときにね、焦点距離がニョキって、まあ伸びる伸びひんはレンズによって違いますけども、こう焦点距離をね、まあ、変動することができる、まあ、レンズ、ズームができる、レンズだというのは分かると。じゃあその中で高倍率や低倍率があんのっていうと、まあ、いわゆるその焦点距離のカバー範囲があまりそんな広くなくて、逆に明るくてね、描写性能が優れているような低倍率のズームもあれば、高倍率のようにとにかく広角から望遠まで幅広くカバーしつつ、まあ、明るさとか描写っていうのは二の次みたいなところが、まあ、高倍率ズーム、まあ、ざっくりイメージとしてはそう思ってもらったらいいです。でよく言われるのは10倍前後ぐらいの、例えば20から200ってなると10倍になるんで、まあ、大体その10倍前後ぐらいであれば高倍率ズームに属するんじゃないっていうことが、まあ、一般的に、まあ、言われているところがあります。つまりはレンズ1本で24200をカバーできるような便利ズームっていう印象で、レンズ交換なく広角24から、もちろん、50、70、85、120、135、150、180、200っていうのが取れるというね、レンズ交換なくですよっていうところが、まあ便利なねズームレンズになるのかなと。で高倍率ズームというものは結構人気がありましてですね、メーカー純正のものもありましたら、もちろんそのサードパーティー製からも、まあ、出ているっていうところがありますので、まあ、昔から高倍率ズームっていうのは人気なんですよね。でやっぱりレンズ交換なく広角から望遠までを取り切れるっていうところが、旅行、まあ、トラベルレンズとかね、まあ、呼ばれてたりもしますけど、その旅行用のレンズとしても荷物を最小限に抑えたい、でもちょっとええカメラ持っていきたい、でもレンズ交換を外でするのはちょっと大変やし、気になってしまうと。じゃあその明るさとか描写っていうのはちょっと置いといてもええから、トラベルレンズ1本高倍率持っていくと、まあ気が楽やっていうところがあったりするので、まあ、旅行であったりとかね、ズームレンズのこのカバー範囲の重視される方にはすごく人気のレンズにもなっております。で便利ズームに振り切った代償もあるんですね。一つ目は高倍率ズームの今までの印象なので、後でねこれは払拭されましたっていうのはパート2でお話しするので、まず便利ズームに振り切った代償としては、過去の高倍率ズーム、今までのね、まあ、いわゆる高倍率ズームっていうのは、うん、言い方あれやけども仕方なく使ってるところがちょっとありました。っていうのはやはりその描写性能とか明るさとかサイズ、重さっていうのはいろいろな側面で24から例えば200とかをカバーしてくれてるから、
便利になっている分しゃあないよねっていうところがどっかしらあるんですよ。なのでまあわがままを言うと、例えばじゃあ24200でバチバチの改造でもうめちゃくちゃ軽くてめちゃくちゃちっちゃくてめちゃくちゃ明るいみたいなレンズであればもう最高ですやん、他のズームレンズ買わんでええぐらいになってくるんですけど、世の中何でもね、まあ、なんていうトレードオフと言いますか、そんなうまい話はないので、めちゃくちゃお金をつぎ込んで開発してもらうとできるかもしれへんのやけど、それはおそらく商品化した時にべらぼうに高くなってしまうと思うので、まあ、現実的な話ではないと。なので現実的なズームレンズ、高倍率のズームレンズとして考えた時には、その焦点距離のカバー範囲をより、柔軟に汎用性高く、ね、その含めてくれるっていうところがあるのであれば、まあ描写とか明るさとか大きさっていうところは、うん、受け入れざるを得ない、うん、まあまあ、うん、ご愛嬌みたいなところがあると、まあ、決して単焦点であったり低倍率に比べると、まあ、どうしても一歩引くところがあるっていうのは仕方のない話やし、それが当然なんですよね。で、私自身もそういった感覚を持っていますので、まあ、低倍率ズームっていう高倍率よね、低倍率の、まあ、2470とかの、まあ、その2450とか、まあ、そのあたりのね、低倍率のズームを好む傾向がありまして、まあ、8倍とか10倍の高倍率っていうのは使わない、ここは高倍率の方がいいなっていう状況じゃないと、まあ積極的には使うことはあまりのない。ただ、1本持って行ってるとね、旅行などに持って行ってると、まあ役立つかなと。なので出番としてはあまりないけども、こういった時には高倍率やっぱ便利やんねっていうぐらいの感覚が今の高倍率ズームの印象なんですね。で、2つ目が、Z レンズの高倍率ズームは、ジマさんちょっと待ちやと、何を古い話をしてんねと、今はもう時代がちゃうよと、高倍率 Z レンズであれば話はちゃうでってのが2つ目のテーマですね。で、このチャンネルではですね、撮影に関することとかカメラに関する情報ニュースを毎週更新でお届けしております。チャンネル登録3万人5万人10万人と目指しておりますので、ぜひ、チャンネル登録無料でできるポチってね、押すだけのボタンでね、ぜひ応援してもらえると嬉しいので、チャンネル登録お願いいたします。また、オンラインサロンでございますね、カメラとか写真が好きな方が集まるコミュニティを運営しております。キャンプファイヤーさんでね、非公開の SNS グループのスラックっていうものを使って、カメラとか写真が好きなメンバーさんで集まって和気あいあいと楽しく盛り上がってたりとか、あとはご自身のね、お写真に関しての、投稿をいただいて、まあ、それに対して私含めて皆さんで、いい写真ですねみたいな褒め合う場面とかね、いろんな感想が欲しい方であったりとか、まあ、機材の購入検討をちょっと相談してみたいなとか、いろいろそのカメラとか機材に関する情報とかをね、いち早くまあキャッチしてみたいなとか、情報交換したいなっていう方にすごく向いている、コミュニティになってますし、もちろんそのカメラとか、まあ、写真が共通の話題ではあるんですけど、別に人ってカメラと写真だけではないので、いろんな要素がね、ご趣味であったりとか、いろいろね、楽しむグルメの話とかも含めて、いろんなフリートークの部屋も用意しておりますので、そういったところで盛り上がっていただいたりとか、あとは単純にダイレクトでね、私へのまあご質問などの、ルームっていうものも置いておりますし、サロンメンバー様であればもうゴリッゴリに時間投下しておりますので、もうぜひね、興味ある方は、コミュニティの方にご参加いただけたらと、概要欄に、サロンのリンク貼っておりますので、ぜひねご加入いただけると嬉しいですといったところで、2つ目、Z レンズの高倍率ズームは違うでって話なんですけど、この話は何て言うの、今の冒頭の部分の話を聞くと、一つ目のね、高倍率ズームの印象の話を聞くと、高倍率ってじゃあ焦点距離のカバー範囲はすごいけど描写とかいまいちなんっていう風に思ってしまいがちなんですけど、時代はちょっと変わったというのはですね、ジマさん知らんの、今のミラーレスのレンズってすごいんやでって、情報アップデートされてないやんみたいなね、違和感を感じられる方も多くいらっしゃると思うんですよ。そうなんです、今はもう別にニコンの Z レンズがまあ個人的にはすごいなと思ってるんですけど、他のメーカーの高倍率ズームもめっちゃ進化してますよね。びっくりするぐらい、これ高倍率なもう十分やんっていうところがね、
ありますので、まあレンズ性能の技術がとにかく全体的に発展しているんだろうなっていうのはすごく感じますし、まあフランジバックがね結構キワッキワまでキュッて寄っているっていうところも含めて、うん、まあいろいろその高倍率ズームやったとしても普通に綺麗に撮れる時代になっているんだなっていうのを改めて実感しております。なので普通に綺麗に撮れることができるレンズが高倍率ズームでも増えているっていうのが今の時代なんですね。でもちろんそのレンズの世代とか登場時期とか使うね機材構成のまあ全体通して高倍率じゃあ今はいいんかって言われると絶対そうではなくて、やはりその優れた高倍率ズームと優れたカメラを選んだ場合には限りますけども、逆を言うと今まではなんぼ頑張っても高倍率ってこの程度っていうところから、いや機材さえしっかり新しいものでいい組み合わせで選んでもらえると今は高倍率でもこんだけのもんが撮れるんよっていう時代になっていると。でまあ我らがニコンでございますね、ニコール Z24200mmF4 から6.3の VR ですね、手ブレ補正入っておりますね。この、 あの動画見てくださってる方も数多く持たれてると思います。よくコメントとかで、あとは私の実は推しレンズみたいな形で高倍率1種類しかないからね、高倍率っていうところで取り上げた時に結構ね盛り上がってくださるので、結構ねあの保有されてる購入されてる方も多いんちゃうかなって思うんですけど、 24200mm、 まあ10倍ではないです、 8.3 倍やったかな。なので24から 200mm っていう広角 24mm から 200mm、いわゆる2470とか2450の広角端と同じ 24mm と70-200 のような望遠端の200の焦点距離を、まあ、もちろん S ラインとかと比べたらあかんけども、焦点距離だけで見るとレンズ1本でカバーしてくれてるんですね。で F 値は開放4から 6.3 の変動で VR 手ブレ補正がついていると、 S ラインではないっていうレンズになりますね。でもっと言うとですよ、フルサイズ FX、 昨日の話ですね、フルサイズ FX24mm から DX に録画ボタンとかにファンクション切り替え当てて持ってバンって一発で切り替えると FX24 から FX200 からの DX300 っていうのができるのが、レンズ1本レンズ交換なくできるのがこのレンズの個人的にはすごいなって思うところなんです。なので焦点距離のこの FX24 から DX300 をレンズ交換なく得れるという魅力があるっていう、かつ描写性能もちょっと前の高倍率に比べるとすごく優秀になっているっていうところも驚くポイントかなと。で、まあ、10倍ではない 8.3 倍なんですけど十分でしょう。 8.3 倍もあのガッて寄ってくれるんやったらね。なので必要十分な高倍率に対して小型軽量でね 570g 程度、まあ、ペットボトル1本分ぐらいのサイズとして登場している。で驚きのポイントは高倍率ズーム、まあ、いわゆる焦点距離さえカバーしてればええでしょではなくて、高倍率ズームでもしっかり写し取り切りましょうやっていうのが、まあ、ニコンさんからすごくメッセージ性としてね、まあ、出ているのが光学性能が妥協ないんですよ。無印の高倍率ズームっていうレンズの中でもまず S ラインではない、無印である、かつ低倍率でもない高倍率であるっていう、いろんな条件の中でもなかなか描写性能を高く保つことは難しい構成というか枠組みじゃないですか、グループに属していると。無印の高倍率っていうとどうしてもね難しいグループに属しているんですが、実は ED 非球面レンズが1枚入ってたりとか ED レンズが2枚入ってたりとか非球面レンズが2枚入ってたりとかで、レンズとして構成図を見ると結構 A レンズ使ってるな、これ無印なんっていうところがあるんですが、加えてコーティング技術としてアルネオコートが入っているというところもありますので、まあ、広角で撮るときも多いですしね、まあ、そのコーティング技術も比較的新しい技術を採用しているっていうところで、今までの高倍率ズームっていうのは焦点距離を重視した結果、まあいろんなところはしかなく諦めるしかないよねっていうのはもはや昔の話になっていると。もちろん S ラインであったり単焦点と比べてしまったらやっぱり S ラインの方がすごいっていうのはあります。じゃないと製品として成り立たんからね。なのでもちろんすごいんですけど、じゃあ
この24200がダメかって言われるとそんなことはなくて、いや必要十分にええやん。24200に何41本でも持っていっとったら、 F2 の41本でも持っていっとったらもうちっちゃうで軽うて、まあレンズ交換ほぼせんけど、まあまあもしかしたら交換したくなるかもしれへんからぐらいの感覚で持っていってるとめちゃくちゃ気が楽なんですよねっていうところがありますので、もう高倍率ズームも、まあ、昔と今は大きく印象が変わっている、過去の話になりつつあるなと。で、私自身この Z レンズですよね、ニッコール Z の 24200mm の F4 から6.3 の VR というレンズは無印の高倍率、一般レンズの中の高倍率ズームという枠組みとはいえ、まあ、価格であったりとか焦点距離の 8.3 倍のね24から200っていうカバー範囲と、まあ利用シーン次第ではありますよ、使う場面次第ではあるんですけど、トラベルレンズとしてはレンズ交換なく取り切れるっていうのはほんまに最強やなっていう実感することが多いです。で、そういったトラベルズーム、高倍率のズームっていうものが意外や意外、Z マウントの中って今のところ FX 対応であれば1本しかないんですよね。24200がかなり完成度が高いっていうのは確かにあるんですけど、おそらくニコンさんの中でレンズを出していく優先度としては、まあ242001本出してからちょっと待っといてぐらいで、優先度としてはそんなに高くないかもしれない。もっと言うと単焦点とか超望遠とかも分かりやすい、特徴がコンセプトがはっきりしているレンズの方が、まあ、売りやすい売れやすいっていうところもあるし、リクエストにも応えれるっていうところがあるので優先しているかもしれないです。ただ長期的にいろんな撮影シーンで毎回レンズゴロゴロ持っていくも大変やし、レンズ交換毎回外でするのも億劫っていうところもあったりするので、ミラーレスは特にね。なのでそのトラベルズームっていう高倍率ズームレンズの選択肢が増えてくれるのは期待したいかなってのは、あえて今このタイミングでみんなが35とか、Z の6の新しいやつとか、なんかいろいろそのなんていうの、新しいカメラの方に目を向いている時に、いや高倍率も出てほしいけどなってつぶやいてみるっていうのがこの動画でございます。で、3つ目は、じゃあ期待される高倍率ズームの特徴ってどんなんって話に入っていくと、これちょっと難しかったんです。3つ目自分でこのテーマ作ったけどちょっと難しくて、3つ目がね、っていうのも24200が、あの台本作ってるとね、こう作ってるとなんか24200でよくねって思ってる自分がどっかおって、それだけやっぱり24200の完成度が高いんですよね。高倍率ズームとして必要十分なところがあるんですけど、まあなんかひねくり絞り出して24200というか高倍率ズームの新しいものが出てくるんであれば期待したいところは、まあ実は FX 対応で見ると Z レンズは24200 1本やから、まあ、何かしら2本目は出てほしいなって、選択肢として2本目があってもええかなってのは思う。で、高倍率ズームって結構ファンが多いんですよ。やっぱり高倍率1本ないと不便というか、高倍率1本あると、逆の言い方の方がいいな、ポジティブに言うと高倍率1本あると楽、快適、心配がなくなる、この1本で済むのなら話が早いっていうところがありますので、実は高倍率ズームってファンが多いレンズでもあるんですよね、昔から。なので高倍率の2本目が登場することは密かに期待している、まず期待はしているというところがありまして、気になるのは24200の完成度がかなり高い、まあ、明るさは F4 から 6.3 やけど、前のレンズに比べると比較的開放付近でも使えるっちゃ使えるし、で24200っていう焦点距離もあるし、で DX300 って考えると、で VR っていうレンズシフト方式の、手ブレ補正も入っている、とほう、必要十分なんじゃないと。で、描写性能がじゃあどうかって言われると、まあ、普通に綺麗に映ってくれると。ちょっと待ってよと、ほぼほぼ弱点あらへんやん、高倍率ズームの中ではね、ほぼほぼ弱点あらへんやんって風に考えてしまうレンズなので、何を強化してもらおうかなって考えた時に、じゃあ小型軽量化っていうと、いや24200も言うても 600g 切ってるからね、 570g 程度やから、まあ小型軽量な部類なんちゃうのって思ってしまうので、小型軽量での差別化っていうのも、まあ、ちょっと難しい。まあ頑張って同じサイズぐらいに収めてもらえるのが、まあ精一杯かなっていうところが
ありますので、何を強化して差別化を図るかってなると、分かりやすい点はやっぱ高倍率ズームを求める方には焦点距離がやっぱキラーワードですよね。焦点距離で24から300ですとか、24から 400fx でいけまんねん言うたら嘘になりますやん。24で広くバーン取りながら400で野鳥取れるやんみたいなところができたりすると、これは強いかなって思うので、一つは焦点距離を伸ばすこと。ただ24200で DX300 っていうやつが、24これかっこ希望ですよ、24400FXDX600 ってなるともう何のこっちゃか分からへんし、 F 値どうなんのっていうねところがあって、 F 値8とか9とかなんかその辺になってくんのみたいなところがあったりするので、まあ 6.3 無理やろうね、それがめっちゃでかなるからね、レンズの前が95とかになるからねっていうところを考えていくと、まあ質量差を考えると現実的ではないんでね、この焦点距離がどうなってくるか。あとはまあインナーズームやったら、ただ長くなりそうやけどね、300とか400になってくると。ただまあインナーズームっていうのも180-600の登場を見ていると、まあ一つの切り口として、コンセプトとしてはありかなってのは思います。ただこの重心移動のバランスが意外と24200がいいんですよ。ちょっと前の高倍率ズームとかって、まあ伸ばしていくとどん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 前の方が、フロントヘビーって超望遠みたいなフロントヘビーではないですけど、まあ重心がどうしても前の方に持っていかれると、ズームでどんどん強度伸びるんでねっていうところがあったんですが、24200に関しては比較的そんなに前が重たくなるような印象もなくて、まあ基本カメラの方にね、まあ同じようなバランス質量で、まあ、保ってくれるので、まあ扱いやすいというところがあるので、インナーズームになったとて、まあズームのこのね伸ばす感覚がまあどうなるかぐらいで、あとはまあ描写性能などもさらなる進化っていうのを期待したいけど、24200がですよ、もう ED レンズ2枚入って、 ED の非球面が1枚入って、非球面レンズ2枚入って、アルネオコード入ってるんでしょ。デースラインじゃないんですよ、無印なんですよ。もうなんか分からへん分からへんだってよくて、もうこれは描写性能っていうところは、追い越すというよりかは24200以上のカバー範囲で厳しい条件によりなるけども、描写性能を24200に揃えてくれるだけでも僕はすごいと思うんです。僕言っちゃいましたよ、私はすごいと思っちゃうんですよね。なので、24200、24300、24400っていうものが実現するのであれば、描写性能とかは、まあ、24200に揃えてもらうぐらいでいいんちゃうかなと。なので、まあ、明るさとか、まあ、そういったところを含めてどういった切り口で来るのか。なので新たなことを、もし2本目のね超望遠ちゃう高倍率ズームが出てきた時には、新たな24200と比べてこうというよりかは、シンプルにその355085みたいな形の 1.8 シリーズのような感じで、同じ描写性能、同じ、まあ、明るさは無理かもしれないけど、同じような感覚で単純にカバー範囲の焦点距離が伸びる。これがもしかしたら24スタートではなくて、24200に対してまあ50400とかかもしれへんけども、どうなってくるかわからないですよっていうところがあったりもするので、同等のスペック性能使ってる使用感感覚を24200に合わせてくれる、ぶつけてくれる、24200と一緒に持ち出せる、もしくは24200と選択の候補として比較対象となる高倍率ズームみたいなものがより出てくると、なんかワクワクするというか、そのレンズの選び方が変わってくるな。なのでもちろん単焦点とか低倍率ズームも魅力はあるんですけど、高倍率ズームが1本あることによってですよ、あとはもう全部単焦点でいいやとかね、なんかそういったレンズの選び方に高倍率ズームの選択肢が増えてくると、すごく柔軟なレンズ構成というか、レンズの組み合わせ方が出てくるんじゃないのかなと。もっと言うと、今も単焦点とか低倍率ズームとか超望遠とか超広角含めて、まあ40本ぐらいニコン Z マウントは出てきていると、薄型単焦点含めてですけども、ってなってくると、まあ、大体の焦点距離と大体の役割っていうのは、まあ、ほぼほぼカバーできているような状態にはなっています。ここからどれぐらい、まあその尖ったレンズが出てくるのかっていうところはポイントになってくるんですけど、その尖り方の一つとして高倍率ズームっていうのもまだ1本しかないので、
意外と穴場というか切り口としては面白いんじゃないのかなってのが、今日レンズラインナップ表を見ながら何しゃべろうかな今日の台本って考えながら、お、高倍率についてしゃべろうって思ったところが、まあ、今日の内容になります。皆さんはこの高倍率ズームに対する印象ってどういうふうに持たれてます？まだやっぱりその高倍率ズームってこうかな、いまいちかなであったり、対していや高倍率ズームはもう今の時代は素晴らしいレンズになっているであったりとか、まあ、高倍率ズームとか低倍率ズームとかよう知らんけど私は24-200が好みですねみたいなね、ぜひ皆さんの印象をコメントで書いてもらえると嬉しいです。このチャンネルではですね、撮影に関することカメラに関する情報ニュースを毎週更新で投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録で応援してください。めちゃくちゃ嬉しいですし私が喜びます。で、オンラインサロンね、カメラ写真が好きな方とか、まあ、機材の相談であったりとか、ご自身のお写真に対してのご意見をいただきたい方とかね、非公開 SNS グループの中で盛り上がっておりますし、先日はね私自身サロンメンバー様限定の、まあ、月次報告みたいな、私の活動報告みたいなね動画を投稿していたりとか、ご加入者様が少ないタイミングであれば、個別の動画を、まあ、3分5分ぐらいのね挨拶動画なども投稿しておりますので、メンバー様限定のコンテンツもどんどん強化しておりますので、ぜひオンラインコミュニティ島チューブの方もね、ご参加いただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。明日はね月曜でしょ。ちょっとねお休ませてもらおうというか、ショートぐらいにしようかなって思ってるので、ちょっと明日ね市役所がいろいろ回らなあかんくて、月曜日土日の分で市役所区役所回らなあかんってところがあるんで、ちょっと明日はねショートにさせていただきますので、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。